こんにちは、茂木和也です。今回は洗面台の掃除をしていきたいと思います。まずは洗面ボールとその周りのですね、水垢を落としていきたいと思います。使う洗剤はお風呂の生ハゲですね。茂木和也生ハゲお風呂用、そして桜たわしを使っていきます。では始めていきます。まずは桜たわしに適量スプレーして壁面の方からやっていきますね。まあ、そんな上まで水垢がついていないので、まあ、このぐらいの高さまでですかね。壁面に直接スプレーするよりもスポンジに取ってからやった方がいいです。はい、そんなにゴシゴシやる必要はないです。塗り広げる感じでやっていきます。こういった水洗金具のところも、特に 裏側ですね、忘れがちなのは。ステンレスとかメッキの水垢って目立ちますよね。ここの白い部分も結構水垢ついてるんですが、あんまり白だと目立たないんですけどね。壁面にスプレーする場合は、こうスプレーを止めてやるとこう垂れていくじゃないですか。ここに手首を効かせてこうやるといいですね。こんな感じで。壁面が終わったら、今度は洗面ボールの方を高いところからやっていきますね。そして洗面ボウルの中をやっていきます。はい、一通り塗り広げましたので、このまま10分ほど放置したいと思います。では一回切ります。はい、10分経ちました。水垢がだいぶ柔らかくなってできていると思いますので、今度は少し強めに洗っていきますね。こういう感じで。この時泡がちょっと足りなくてやりづらかったらもう足せばいいですね。またそこはつけ置き時間とか汚れで変わってくると思いますので、ただ水で湿らせてやるだけでもいいですけどね。水垢がひどくない場合はそこはお任せですね。この擦った感覚からいくと、もうなんか取れてるような感じもしますね。取れてそうな感じがしますので拭いていきます。
水拭きが終わったらもう空拭きして終わりですね。これで完成ですね。黒カビもついてて、カビも水垢も落としたいということであれば、先にカビ落としをやってから、その後に水垢落としする順番の方がいいですね。まあ、今回は黒カビはそんなに目立ったところになかったので、まあ、こういうところですよね。気になるのは。こういうところ黒カビ気になるじゃないですか。この周りとか、まあ、黒カビなかったんで、いきなりこのお風呂の生ハゲで水垢を落としました。界面活性剤が入っているので皮脂汚れも一緒に落とすことができますので、先に皮脂汚れを落とす必要はないです。で、まあ、これじゃなくてもクエン酸でもいけるんですよ。クエン酸40倍でも軽度な水垢であればいけます。お湯で40倍希釈液を作って、クエン酸の場合はあれですね、先に皮脂汚れを落とさないといけないので、まあ、バスクリーナーでも何でもいいですけれども、バスクリーナーや中性洗剤で洗って拭いてからクエン酸を使った方がより効果的ですね。はい。あと、私以前お風呂の水垢落としの時にバスマジックリンにクエン酸を入れて洗浄液を作ってお風呂の水垢を落としたことがあるんですけれども、下にリンク貼っておきますね。まあ、そういった手作り の、 水垢洗剤で落とすことも可能です。それであればもう皮脂汚れも一緒に落とせますからね。はい。ただやっぱりオチはですね、この生ハゲよりも、まあ、クエン酸の場合はちょっと落ちますので、もしクエン酸を試して落ちれば全然問題ないんですけれども、落ちなかったり、もしくは落ちるけれども作業が大変で次はもっと楽に落としたいという時は、ぜひこちらおすすめですね。で、まあ、今回この桜たわしと合わせて使ったんですけども、やっぱりこれでやるとですね、相性抜群で落ちいいです。桜たわし、私の場合はこれ半分に切って使ってますけれども、非常に使いやすくて水垢落としに便利なアイテムです。はい。ということで、今回は洗面ボールの水垢落としということでご紹介しました。どうもありがとうございました。という感じで、私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など、汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということで、これで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。